さあ皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回も FIFA 16実況をやっていきましょう。今回はドルトムントですね。ドルトムントですけれども、現在は、1位ですが、まあ、シャルケが1個後ろ来てるんだよね。バイエルンとハノファも来てるというところでございます。オッケー、チャンピオンズリーグだったね、前回ね。勝ちました。その翌日ですね。いや、蹴るんか、今日。蹴るんか。オッケー、行きましょうか。中3日、中4日だったっけ、中4日か。おっと。あ、親善試合が始まるんですね、もうすぐね。どうしようかね。まあ、アラバはもちろん入るでしょ。ドラゴビッチ。ドラゴビッチなんか前いなかったぜ。なんで急に入ってきたの？怪我から復帰したのかな？どういうことだろう？クリスチャン・フクスト。はいはい。まあ、とりあえず、クラインも入れたいな、すごいな。これを選手に変えてフロリアンから言います。代表選考ができるわけですから、私は。すごいよね、そう考えるとね。わ、これアウナウトビッチが81で上がってんだ、ユヌズビッチ。あ、前にいなかった選手が意外と入ってきてるのか。はい、ハルニクね、アタック。マルティン・ハルニク。いやー、入れてあげましょうよ。まあ、だってね、あのブンデスリーガで得点王とか調子いいでしょ、ハルニク。ね、まあ、前回のあれでもまあ良かったから。でも、親善試合だから、別に何人でも変えられると思うんだよね。オッケー、これでいいんじゃないですか。そんなに大きな変更はなく、このまま行きましょうか。よっしゃ。か、記事はないか。代表のため離脱と。うわ、1日とかで、うわ、ニュースが4つも来んだ。これすごいな。代表行くと。スタンコビッチ、スロベニア？スタンコビッチが呼ばれんの？全然出てないのに試合。すごいな。何？ダムどうした？チームに加わることができないので本当に気が減ります。気がめいりますか？ダメです。ダムさん、ダメです。それはダメです。移籍はダメです。私は許しません。それはダメですよ。あ、でもまあダムね、あんま使わないからね。でも使ってるけどな、結構な。シュメルツァーとかやってな。ということで今回アウェイで蹴るいきますか。あ、待って、あ、アウグスブルクが1試合多くやって同率ですね、今のところね。結構やってんな。ということで、まあしっかり勝ってね、いきましょう。得点を、うわ、ほら、ハルニクトップだからね。いやー、アウェイかい。アウェーなんだ。チーム管理、あ、疲労が参ったな。あ、シャヒン、なんでシャヒン入ったの。あ、そう。ダームね、ダームめっちゃいいけどな、ダームな、あんたな。入れてろか、今日。いや、でもちょっとやめておこう。フンメルス、フンメルス88なんだけど、そんなすごい、前こんなレートあったっけ。オーバーミヤンとも左のにもレート高かった、そんな記憶はないな。ただ変動があるので、これ、ね、多分現実の調子によって変動があるのかな。いや、そうか。でもそんなに変える選手はいない。このままでいこう。最近あんまスタメン変えてないね。でもその日程がきつにならないか限りは、こういうベストメンバーで戦うと思いますね、きっとね。いい選手が揃ったね、今回の移籍でね。まあ揃ったね、本当に素晴らしい。なんで入んないの今のか。素晴らしいよ。あ、これやばい。あぶねえ。うえ。びっくりした。結構音がでかかった。いやー、ひどいね。行きましょう。蹴るんか、今日は。試合が間もなく始まります。実況は私、西岡明彦が担当いたします。はいはい、よろしくお願いします。本日の試合は、1FC ケルン対ボルシア・ドルトムントのカードです。
ケルンはないな。8位か。ボルプスブルグは今日あんまり、今年はあんまり調子良くないですね。まあでも初めはこんなもんか、ボルプスブルグ。現在リーグトップの守備を誇るチームとリーグトップの得点数を誇るチームとの対戦です。そうなの？これは見応えのある攻防が期待できますね。あ、そうだよね。あ、全然6失点あ、全然取れてないんだ、ケルン。あ、じゃあもう破ってるんでしょ。もう目標3点でいきましょう。3点取れればいい方でしょっていうね。どうですか？こちらがケルンの先発メンバーです。今日はノーマルな442の。あ、レオナルド・ビッテンコード入ってるね。私ケルンだったらレオナルド・ビッテンコードが一番好きだね。よし、行きましょうか。うちのね、最近移籍の話が多い選手の一人なのは、まあ、ビルキね。ビルキどうだったんだっけ、わかんねえや。久しぶりだから実況とんの。うわー、お前そのいきなりオープニングでその足技やめてくれ。追いつけて。あなたの技術に追いつけません。本当はじめ軽く行こうな。はじめは軽く行きましょう。寝起きなんです。まだ起きて5分です。いやー、頑張りましょう、頑張りましょう。動体視力の問題が。よし、はーい、もう分かったんだけどな、切り返し。ダメかー。うん、これなんでそれが通っちゃうの。オッケー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 、出るよし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 。前、やばい。だからコントロールじゃない、なん、スルーパスか、スルーパスあんまりつかない。ここ、はい、ナイス。あー、くそ、下打ちダメ、危ない。多分今のはクロスだったんだろうな。はい、失敗ですよ。行きましょう行きましょう。前、オッケー。ノーサイド。なんで今のノーサイド？いや、出てないぜ今。俺結構考えてから打ったよ。戻ったと思うけどな。リプレイ見せなさい、リプレイを。あー、出ちゃって戻りきれなかったんだ。くそ、ヘディング頑張ろうね今年はね、本当に。いや、クソ取れない。ケビン・フォクト。だー、これやばくない。だー、うまい、シムリッツうまいよ、足技うまいよ。中、はい、もう一度中、香川、はい、斜め、そう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 。ピエール・エメリク・オバメヤン。の、倒れそうだ。よしよし、ここで味方のサポートが来る。まだあるよ、まだあるよ。まだあるよ。はい、ここオバメヤン。ああ、もうフィニッシュがひどい。フィニッシュがひどい。あそこまで頑張っておいて何ですか。オッケー、うまい。ヘッドを使ったパス。ここでロブ。よっしゃ。主審が試合を止めます。いや、ここむずいと、逆に近すぎて。うわ、近すぎてむずい、ここは。うわ、近いって、これ壁当たるべ。壁当たるべ、これは。ロイスでしょ、蹴らすのは。まあロイスでしょうけど。じゃあ壁当たんだろ、ここは。どうしたらいいんだろう。1本 ?2 本棒。ああ、壁。はい、イエロー。これ厳しいね、判定がね。1.5 ぐらいで行こう。このぐらい。いや、なんで2いった。いやー、うわ、惜しい。あーってたんだけどな、いやー、今やね、 1.5 で話したと思うんだけどな。2まで行っちゃったな。くそ、 1.5 だったら入ったな、あれきっと。うわー、悔しいね。しょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。うわ、そんなしょうがない。気持ち切り替えていきますよ。まあ、ファール取ってくれただけラッキーということで、気持ち切り替えていこう。ここねー、おー、危ない。ラスキンヘッダー。うわ、暗っ。なんでこんな暗いの、見にくすぎる。あ、ちょっとねえ、ありえないよ本当に。
なんでそういうことになるんだこの野郎、本当に。暗かった暗かった、暗かったの言い訳にしちゃいけないけど、暗かったんだもんだってうーわ、なんですか、まあ、本当にそこのトラップで取れなさいよ、本当だろ。見る気よろしくないとこ多いね、よろしくないのは。いやー、おかしな話ですよ、本当に。そういう視点が多い。去年から何も変わってない。頑張って、マルコ・ロイス、ロイス走りな、ロイスじゃなくて締めたぞ、これ閉めちゃうか。おいおいおい、はい、ここよっしゃー、オッケー。え、誰、ラクティッチじゃない、ラクティッチじゃないの、これラクティッチじゃないの。カメラいっちゃう、カメラいっちゃう。おい、バンラクティッチやったラクティッチ。いやー、遺跡で取った選手で決めると気持ちがいいね。いやー、このシュメルツァーが良かったよ。シュメルツァーがだって押し込むだけだもん、ラクティッチは。鼻がだけかましてください。いやー、強烈だったなこのドヤ顔ですかねいやー、強烈だったね。まあ初めてか、リーグ戦もっと打ちなさい、もっと。よし、行こう。いや、マルセル・リッセ、まあね、バルセロナ、バルセロナ、バルセロナではね、その競争が激しかっただろうけど、うちではね、のびのびプレーしてね、本当にね。あ、そうか、マンチェスターから来たんだね、このゲームの中ではね。一回マンチェスター行ってるか。まあいいや、どうでもどうでもいいや。はい、よっしゃ、ナイス、ヘディングいいよ。前、どこに行けたら、ロイスに蹴ろうとしたんだ。なるほどね。いや、でも前半のうちに行って帰ってたらでかいね。振り出しだ、振り出し。こっから危ないな、なんか微妙な、すごいクロス打ってくんな、蹴るのは。ちょっと出しどころがない、出しどころがない。一回返す、オーバーメン。いやー、オーバーメン高いはずなんだけどな、身長な。なんで勝てないんだろう。よしよし、3人で囲んだ、うまい。前に行かせない。よし、そういうところ奪ってチャンスを作り、フィニッシュまで持ってく。これは残念。あー、うーわ、ま、うわ、マジか、サイルガスなんだ、それで。うわ、危ねえ。うわ、怖かったな、今の攻撃は。ちょっと怖かったわ。いやこれ流れたね、自分ね。ここ気をつけて。まあ、いない、いるじゃないか。ずいぶん上がって、すごいこう攻撃的。よっしゃ、助かった、助かった。バカ野郎、ほんとビルギーガンジロー、なんか同じミスを繰り返す。もうロングだね、もうロングだ、このケルンに対してはロング。うまい棒、なあ、ダメか。ケルンに対してはロングだもん、この野郎。怖い怖い怖い、ほんとに。うーわー、あぶねえ。ゴールキックがもう怖いよ、もうゴールキック。打ちます打ちます、もう。あ、今打てたなとか考えてダメ、打てたとか考えちゃダメ。もうロングでいい、常にロングでいい。そっち、はい、オッケー。ロイス、いや違う、シュミルツァーか、これロイス。ああ、もう引っかかっちゃったね、選手とね。入れ。いやー、ああ、後ろ、うわ、返すか、後ろ。うわ、取れそうで取れねえ、くそ。ヨナス・ヘクトル。やばい、サイド開いちゃってる。うまくボールを動かしています。オッケー。ナイス、ボティッチ。ボールを取った。ヘンリク・ムヒタリアン。はい。オッケー、オッケー、オッケー。一人かす。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。よし、持ってけ、自分でいけ。いやー、いやー、オーバーメンヘッド。うわいやー、止める、あんた、それ今の。すごいな、このキーパーすごいな、すごいセーブみたいな今。来た、ダメ、ロイス。あー、入ったかと思った。そうだ、いや、見にくい角度だな。いやー、ダメか。
さあ後半いきましょうということで、すみません切れてしまいましたね。いやー15分経っちゃったよ。いやーすみません、ちょうどねあの後すぐ笛が吹いて前半が終わったところですけども、折り返して1-1ですね。まあでも追いつけただけいいと思います。でも疲労がちょっと、フンメルスの疲労が気になるね。フンメルスとオバメルの疲労が気になるけど、まあ60分台70分台ぐらいで変えられたらなと思うんですけどね。行きましょう。ドルトムントボールのキックオフです。いやそこじゃないだろ今、あんたサイド出してんのに。いやーよっしゃ、オッケー、抜けろ、投げろ、流れる流れる、オッケー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 。あースローインか。まず香川、香川真司、はい、松フンメルス、はいはい、イルカイ・ギュンドアン、はい、あそっからか。一回ムヒタリアンかな。よし、ムヒタリアン上がれ。おい、うわー巻いてきてよ、もっと巻いてよ、もう一人やん。いやーうわこれ入らない。そーらまっすぐったら入らんわ。巻いてさ、もっとデザイン、デザインってね、バリエーションか、攻撃にバリエーションを加えてくださいよ。よし、バッタロイス、ロイス、ロイスだよ。思ったように出ないんだよねパスがね。どうしたらいいんだろうか。レオナルド・ビッテンコート、あ、ビッテンコート、こんにちは。ここを起点にできるか。やべ、ファウルになる、大丈夫か。うし、うまい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 。オーバーメアン、あー、取らないか、無茶だったか、もっと自分で持ち上げるべきだったか。うわうわ、欲しいですよ。よし、よゲーム、もう2人でマークいくからね。もう硬い硬い、守りがまあ硬いこと。はい、オッケー、うまいよ。はい、1人かわす、ラキティッチ。あーダメか、ちょっと無茶だったかな今のは。おー早いね選手交代。あ、インゴルシャットでやるの。あ、そうなんだ。いや、ファール。あ、いいところ。うわ、いいところ。いやー、どうしようこれ。あー、これどうしよう、迷うな。いやー。うわ、一瞬長谷部かと思った。ビッテンコート。顔似てんな、ちょっと。いやー、どうしよう。誰に切らすか。うわ、いってー。これはひどい。これはひどいね。キッカー変更、そしたら分かった、第2キッカー L2 で呼んでムヒタリアンだな。どう、よっしゃいい完璧。いやーちょっと触られたけどね。いやもうこれはもう文句なしでしょ、さすがだよ。いや完璧だったな。いやーやっぱフリーキックいいね、ムヒタリアン、ロイスと一緒で。うーわーこれ完璧でしょ、もっと強く打ったらよかったね。これなんか手触らせたらなんか気に入らないけれども、まあでもね、キーパーもクリアできないほどのこの弾道、もう無回転シュート完璧でしょこれ。いやー久しぶりに決まったな、フリーキック。フリーキックは苦手ですからね私はね、基本ね。いやー助かった、逆転、ムヒタリアン、さすが。あ、何ゴールか見んの忘れた、くそ、興奮がしすぎて見んの忘れちまったなんて。よし、自分でいけ、ファール。マルセル・リッセ、ボールを奪いに来ました。やばい、なー、ちった、いやー、ちった。おいしょい、ドロップがでかいんじゃ、ドロップが。なんでそういうところで渡る。そう、そう、ねえ、そうじゃない。うん、オッケー。すいません。あ、出てきた。ゴール4か。出場9でゴール4か。素晴らしいフリーキックです。うわ、素晴らしすぎる。いやー。キーパー。危ない。なんで今出なかった。もういいか。なんでまたこうな。まあそうか、キーパーねえ、キーパーね、オーバーメンも行けよボールに。やべ、ポジション取りがうまかったですね。
ここで打つ。おー危ない、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 前ダメでしょ。いや、いけるな、前。 OK、 見極めていきましょう。ギュンドアンもっと上がれ、上がってくれよ、ギュンドアンもっと。はい、あスペースが本当にない。確かに失点が一番ないのないチームだってのは分かるぐらい守り硬いね。スペースないもんね。そのでもチームに2点取りましたからね。もうどんどん失点させましょう。目標3点って言ったっけ俺。3点取りましょう。うわーオフサイド、オッケー。いやーいいね、すがすがしい顔してるよ君。いやースペースねーな。よし、開いた。ロイスかな。あーダメかー。うーん、大丈夫よ。オッケーオッケー、サイド、うまいうまい、受け受け受けってなんで落とせ、なんでるじゃーい。なんでるじゃーい、なんでるじゃーい。なんでしょうね、自分でも何言ってるか分かんねえ。いやー、なんでお前じゃーいって言うとしたんだかな、分かんねえ。何言うとしたかも分かんねえ。78分でしょ、もう変えましょう。大場面だな、大場面に変えてムニル。で、フンメルスかな、ちょっと疲労が気になるね。ダーム出しましょう、ダームね。なんだか散々言われてたからね。で、ギュンドワンかな。いやー、どっち出そう、カストロかな。よし、これでいいでしょう。ないですね。もうヒタリアン4ゴールだからね。ヒタリアンも意外と得点を狙う、まだまだ狙えるんだろうね。前一回サイドロイス、中オッケー、香川、うわーダメかー、くそ、前を向け、いやー惜しいシュート、おいやー香川だ。いやー高さもちげえしな、巻いてこれなかったしな。もうちょい頑張って香川。ヘディング、ミッドフィールドでボールを取りました。うまいうまいうまい。いや対人弱いから、ラクティッチもっとすごい選手だと思うけどな、あんたな、頑張ってくれもっと。よし、うまい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 。いやー暗いな、ここ見にくいな。やばくね、おー危ね、いやービルキ怒ってるよ。え、なんで今のコーナーなの。あ、コーナーじゃない、当たった。あーちょっと当たってん、当たってねえじゃん、なんだよ。はい、行きますよ、打ちますよ。ああ、うーわうーわー、もう分かったね、相手にあそこの状態で後ろに戻してシュートですか。うまかったけれども、もううちのなんディフェンス陣ですからね、バカにしちゃいけませんよ、すごいですからね。よし、ムニルパル、オッケー、ムニルだね、ムニルよかったな。いやムニルまだ得点ないでしょ、だってあれ1回1点取ったっけ、まだまだね、ムニル移籍してからないよね。いやうまくもらったね。突き飛ばされちゃって、いやこれレッドあるよ、ない、あないっぽいね、はい、カードすらないっぽいね。うわ、てか5分か、あれアディショナルタイム長いな。あロイスに蹴らせたい気もわかる、ロイスに蹴らせたいけど、いやそうだ、ムニルは普通の豪快なシュートで幕開けっていうのがいいのかな。オッケー、一応いいでしょう、ロイスです。はい、よいしっこいしょーと、ロイスでいいでしょう。ナイスゴー、ロイス。PK をきっちり決めました。ムニルに蹴らそうとも思ったんだけど、ムニルはやっぱりあの普通のゴールに取っておこう。PK で初ゴールっていうのもね、あんまりよろしくないね。しっかりと決めてね。でここはもうベテランのロイスに任せて。もうね、右下きっちり完璧です。あ、ほら目標の3点達成しましたよ、皆様どうですか。あ、何点か見逃せちゃった、ロイス何点目だろう、わかんねえ。ちょっとちょっと
目標ね、3点取るって言いましたけど、3点取りましたよ、ちゃんと有言実行、いいんじゃないですか。また有言実行がなかなかできない、私にとっては、まあまあ、ちっちゃいですけども、良かったですね、達成できて。はい、ロイス、ムニルか。自分で行け。選手、誰倒れた、もうダメだ、ちょっと、1人なんだ。ここ。ああ、よく残したけど、いちいち。ああ、残したけど、ってか、誰倒れてんの、ロイス、大丈夫、憎まないかな、ちょっと。いやー、勝利だね。アウェーできっちり勝ち点3、素晴らしいでしょ。いやー、よかったよかった。まあ、何より有言実行できたっていうのはいいですね。あ、これ惜しかったなー、これ見ようか。いやー、惜しかったな、もうちょい落ちてればね。ロイスちゃんよ、これもう一回見たいね。いやー、惜しかったな、落ちきらなかったのかな、これは。近すぎて落ちなかったね、逆にね。うん、やられてしまいましたが、ラッキッチ。締めれたらよかったね。で、完全中、真ん中フリーだもんね。いや、強烈でしたな。もう突き刺すようなゴールですね、ラッキッチ。うわ、弾道やばいな。ロイスミスしてるね。あー、これミスだよ、これ。なんでこれ決まんないの？いや、これは決めなきゃダメだよ、あんた、あんだけ空いといて。よろしくないね。もう一人もミスしてる。あ、これ巻ききれなかったやつ。いや、もっと巻いてこれたね。これ決めてるね、ちゃんとね。コントロールシュート打ったらよかったな。あ、ビッテンコードね。はい、で、ムヒタリアンゴール。うわ、これはもう完璧でしょう。うわー、もう綺麗だね。いやー、しまった顔だね、キーパーも。クリアが不完全だったね。なんか声枯れてきちゃったらどうしよう。これ大丈夫？なんか声おかしくない俺、ね、なんで俺こんな、あ、治った治った。そして新次香川、これどうしました？いや、前向いたんだけどね。いやー、ひどいね、シュートがひどいよ。そして最後マルコロイス PK か。うっと止まって、よいしょ。落ち着いていましたね。いや、落ち着いてましたよ。うつ、よっこいしょ。あー、ラヤヤ 8.2 なんだ、ロイスなんだね。オーバメアン 6.2 でギュンドラン6はちょっと低すぎるね。次回からもっと頑張っていただきましょう。ボルクスブルク勝った、フランクフルト勝った、シャルケ、あ、シャルケ勝ったね。シャルケ勝ったね、あんたね。うわ、次代表戦だ、代表戦ですね、次ね。っておかしいけど。お、月間 MVP ムヒタリアンですか。あ、月間最優秀選手、いや、月間 MVP だよね。いや、いいですね、ムヒタリアンか。まあでも得点王は相変わらず表示がないね。うお、親善試合だもんな、これ飛ばしてもいいんだけどな。でもイタリアか、やるか。すべてある試合はすべてやりましょうね。あのね、率いてる以上ね、そのオーストリアの代表監督を率いてる以上はしっかりやりましょうか。あ、内から出ないね。そう、レバークーゼンとバイ、あ、レンの入ってるわ。いいキーパーですからね。ああ、おダメか、ビルキー。まあでも今年で俺だから、今年1年頑張ってくれればもう何も文句にならないよ、俺は。今年1年頑張ってくれればね。契約残りにどのくらい残ってんだろう、ビルキーって。ビルキーどこにいる？あれ、ビルキーいなくね？待って、もうあと10秒しかない。ビルキがいないということで、今回もご視聴ありがとうございました。あ、あったあった。あら、1年9ヶ月も残ってんじゃん。あ、まあ、それはしっかりきっちり果たしてくださいね。ということで、皆様今回もご視聴ありがとうございました。次回ですね。あ、違う。僕の Twitter アカウントが、Twitter の ID が概要欄に書いてあります。ぜひ Twitter で検索してフォローしてみてください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回、代表戦頑張りたいと思います。イタリアですね。ということで、次回の FIFA16 実況でお会いいたしましょう。さよなら。